皆様こんにちは、数学ラブです。推論を数学するの SPI 編で、今回は基礎編の問題1番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。ある数 A からある数 B を引いた値と割った値が同じとなります。次の 1,2,3,4 のうち正しいものはどれですか？答えは 1,2,3,4 のすべてが正しいとなります。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。1番は A が2ルート2たす2、 B がルート2ですので、 A-B は2ルート2たす2マイナスルート2ですから、ルート2たす2となります。 A 割る B は2ルート2たす2割るルート2ですので、同じく2たすルート2となります。2番を見ていくと A が4で B が2ですから、 A-B は 4-2 で 2、 A 割る B は4割る2で2となり、同じ値となります。3番を見てみると A が 4.9、 B が 1.4 ですから、A-B は 4.9-1.4 で 3.5、 A 割る B は 4.9 割る 1.4 で同じく 3.5 となります。4番を見てみると A がマイナス2分の1、 B が2分の1ですので、 A-B はマイナス2分の1-2分の1でマイナス1となり、 A 割る B はマイナス2分の1割る2分の1で同じくマイナス1となります。他の解き方としては A-B が A 割る B と同じ値になるという式が成り立ちますので、こちら B 分の A ですから、両辺に B をかけてあげると AB-B の2乗イコール A、 そして辺移行しますね、 A を左辺に移行して B2 乗を右辺に移行すると AB-A イコール B2 乗となります。左辺を A でくくると A×B-1 イコール B2 乗となり、 A イコール B-1 分の B2 乗と表すことができますので、ここに A、B を代入して成り立つかどうかを確認して答えを求める方法もあります。ではまとめです。推論を解く手法として三段論法を使うものや命題の対偶を取るものがあります。この命題と対偶の関係は真偽が一致するということですので、これを利用して解く手法となります。他には対応関係は表で表すと解きやすくなります。今回の問題の解説1番では表に表して解いてみました。他には代償関係を可視化して解いたり、それぞれの問題に合わせて解き方を変えていただくといいと思います。いかがでしたか？今回は SPI 編推論の基礎問題1番を実際に解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので、気軽にお寄せください。Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。